私のこう最後のネタを先にばらしちゃったんですけど、まあ、古田君のいろんな話ということで、ポチポチと、お話をしたいと思います。まあ、先ほど、紙芝居でご紹介があった通り、古田君日本平動物園生まれということで、これ古田君が多分、3ヶ月か4ヶ月ぐらいの時だと思います。大市場にデビューした当時の演奏になります。日本平さんの方から提供していただいたんですけども、こう見ますと、やはり面影はじゃあだいぶ残っているようですけども、まあ、動物というのはね、持ち方一つで表情が変わるということで、どんなクータクと言われてもなかなかわからないと思いますけど、これもクータクですね。なんか目つぶっちゃってね、苦しそうな顔してますね。これ風太君、最後の日本平さんの映像ですけども、日本平動物園の方ではね、風太の、リーフレットにも書いてありますとおり、風太のお父さん夫婦とね、奈々ちゃんという間に生まれたわけなんですけども、実はこの夫婦というのは、風太君が、生まれる直前とかも生まれてすぐぐらいに、すぐお亡くなりになってしまいました。夫婦の子供というのは、この風太一頭だけということになっています。その後、奈々ちゃんは、何回か、旦那さんを変えまして何回か出産しましたけれども、現在ね、リーフレットに書いてある通り、3匹の妹が、日本の動物園にいます。風太の子供についてはかなりね、あちこちで話題になってますけれども、風太の兄弟については現在の3頭です。最後です。セアというのは、C の間違いですので、ご了承していただきたいと思います。血統登録書の方から、やってますので、セア実は C というのは海というところから来たみたいなので、その C というスペルをそのまま、ローマ字を利用してしまった私がちょっと勘違いしただけですので、気にしないでください。はい、これは千葉市動物公園に来た当初の、風太君です。風太、2004年の3月に都営に来ました。2003年当初、すぐには展示の方に行きませんので、大体4月のゴールデンウィーク前から展示が始まったと聞いております。当時は関東ではなかったので、ちょっと詳しい話は分かりませんけども、風太についてですけども、まだ担当ではない、なかった時に一番寒がりのエピソードというのは、寒がりの風太君というのが、かなり有名で、実はレッサーパンダという動物、寒さにはかなり強いはずなんですね。普通のレッサーパンダの部屋というのは、冷房こそはね、暖房がある部屋というのは滅多にないわ。当時まだうちの動物園では、クーラーはありましたけれども、冷房機はありましたけれども暖房機はなかったんですね。突然、最初にクーラーの担当になった、トイレも退職しましたけれども、佐藤というものが、自分が担当してた動物の方に来て、悪いけれどもホルツヒーターという、まあ、暖房器具の一つなんですけども、上から吊るして下に電気みたいなのがあって暖かくするという状態なんですけど、ないかという、ただ余ってるのないかという話で、どうしたんですかっつったら、風太が、今度新しく来たレッサーパンダがブルブル震えてるから暖房入れたいんだということでね、仮に来たのだけすごく一緒に登ってると、思うんでね、こう見ると大変可愛いんですね。次のスライドですけども、風太君というと不吉祥と私は散々言っておりますけども、まあ、あまり、運動神経がちょっと鈍いというか、あんまりとろいというか、そういう意味でね、さすがレッサーパンダですね。こんな細いところまで一生懸命登るわけですが、風太の星野さん、今のところちょっと木がないもんですからね、こういう木、入れられたらいいなと思ってますけども、
でも、ブキツでもさすがにレッサーパンダですね、このように上に上がってくれます。もう一つ、今年はそんなに大変ではなかったな、すいません、これも実はフンダです、これは寒毛という毛の抜け替わる時期に一番すごい時になります。最近ではここまでね、まるで別の生き物のようなね、毛の抜け方はなくなったんですけども、それもやっぱ年取ってきて新陳代謝が落ちたのかなと思いますけども、こんなまるで別の生き物のように、寒毛が激しい風だったんですけども、ちなみにうちのレッサーパンダたち結構寒毛が、特にオスのレッサーパンダたちは寒毛が、他の沿岸のレッサーパンダに比べると大変激しいと見えまして、いろんな動物園で病気じゃないですかとかという心配がなされまして、浜松市の方に行ったチータという子は、寒毛がひどすぎて、病気じゃないかということで、麻酔をかけて検査までさせられたというね、エピソードがありますけども、もう一つ、風太の大事な特徴ですね、短い尻尾ですね、大きな声で言うなという方が言ってますけども、尻尾が短くなったのはね、先ほど、紙芝居にも出てきましたけども、日本平ではかなり有名な話で、多分噛み切ったか舐めることでも切れる時があるそうです。舐め切ったんじゃないと言っております。だから奈良ちゃんも別に擁護するわけではないんですけども、一方、尻尾を縛り引っ張りすぎて、切っちゃったんじゃないかもしれません。あくまでも推測になってしまいますのでね。ちなみにレッサーパンダが生まれた頃というのはちょうど手のひらに乗るぐらいの大きさです。尻尾の太さも元で、本当の小指の先ぐらいしかありませんから、先っぽの方だったら、もっと小さいです。ただ先っぽの方にはね、成長点ありますので、そこはポツッとでもできるだいぶ短くなる。本当に5ミリ切れると10センチぐらい、短くなっちゃうような感じになりますので、ね、これで1個取れちゃうとかなり短くなります。ちなみに、普通のレッサーパンダですと、ここの黒い部分が、いっぱいあるわけなんですけど、本当に黒い部分ほとんどないんですね。まあ、風太君というとね、よく動いてくれるという、これは僕から、10周年の時にお借りした写真の大好きな写真なんですけども、いたずら者の風太君ということで、まあ、最近風太君いたずらしなくなったんですけどもね、一応連続写真ですね、いつの間にか私の手袋を取ってるというね、大変可愛い風太君ですけど、顔は真剣ですね、なんか撮った瞬間すごく嬉しそうな感じしてますけど、まあ、風太君ね、ちょうど10周年をこの後迎えます。この僕が大好きな写真なんですけども、なんかいかにも歩き出しそうな気がするので、まあ、10周年を迎えましてね、うちの帽子を、風太が来た時よりも大きくなり、数も増し、いっぱいになりましたけども、風太くんは至って元気だったんですけども、そこで一つ帽子を改良している間に失敗したことが、失敗だか成功だかっていうのはよく分かりませんけども、ちょうどその頃を境に風太があまり立たなくなりましてね、なぜ立たなくなったのかというのをよくよく考えてみますとね、レッサーパンダという動物はやはり高いところが好きな動物なんですね。なぜかと言いますと、野生のレッサーパンダ安心して休める場所というのは木の上なんですね。うちのレッサーパンダたちも木が植えてあるところはもうほとんど日が一日中木にいるわけでね、まあ、普段のところ木は植えられなかった、補充はね、若干狭かった、木が植えられなかったんで、代わりに櫓なんぞを作ってもらってあげたら、櫓の上でよく昼寝をするようになったんです。風太くん櫓大好きでね、よく昼寝をしております。まあ、今日みたいに暑くなってきますと部屋の中のクーラーでボーボーになってますけども、ですので、そんなわけでなかなか立てなくなったというね、別に上にいるからね、誰か来たやと浜田さん来たなっていう顔して、こうやって覗いて、それでおしまいという感じになってますけどね。まあ風太くん、その後にはね、
出会いがあったり別れがあったりしますけど、これ大変珍しい風太と千一の通称と思いますね。よくね、風太君と千一大変仲良かったのなんてよく聞かれますけども、決して仲がいいわけではございませんね。でさ、まだ実は単独生活者なんですね。オスもメスも別々に暮らす動物です。同じ帽子上にいるというのは、とりあえず同じ、要はお互いに敵意がありませんよという印です。別に好きだから一緒にいるわけではない、無理やり一緒にいるわけなんですね。そうしますとね、レッサーパンダよく見ますと、まあ、餌の時はともかく我先に食べたいから寄ってきますけども、よくよくオスメスがいるところを観察しますと、どっちかの片方はどっちかによるとこっちがちょっと逃げて、こっち側逆に言うとこっち側がちょっと逃げて、要は等間隔を決めてね、あんまり近づかないというのが彼らの中の、正確なような気がします。うちでは、ちょうど、ライム君と兄ちゃんがそんな感じでなんかつかず離れずということをやってますけども、これ2頭じゃらってるわけではございません。これ交尾をしている最中ですね。レッサーパンダ、交尾の時にはやっぱり女の子がいい匂いを出しますからね。オスの風太君一生懸命チーチーを追っかけます。痴漢がやったら絶対に離さないぞというような感じで交尾を始めています。ちなみにあの下っていうか、これあの顔が見えかかったのが風太です。こんな感じになります。どっちの足が何だくんだって出てるのかよくわからないですどんな格好をしているかの話になりますけども、レッサーパンダの交尾は、一般的な犬のような剣座、後ろからマウントするような形もありますし、このように寝転がってね、後ろになんかオスが抱きつくような感じの、交尾の仕方もございます。風太君、現在まで結構病気知らずということで、昨年、ちょっとメイメイがね、食が落ちたということで、じゃあ健康診断をしようという話が出まして、じゃあついでだったら風太も年だからやってみようかということで、風太君昨年の、ちょうど5月6月ぐらいですか、暑くなる前に、健康診断を始めました。まあ、健康診断と言いましてもね、はい口を開けてなんていうことはできませんので、眠らせたんですけど、哀れのない格好の風太ですね。ちなみに、こっち側がとりあえず眠らされて、目が開いてるのは、麻酔はかけますけども目まで閉じないですけど、獣医さん曰く目が見えてるから悪いことすると分かるのではなくてよく動かされますけど、ちなみにこっちはエコーを取ってる画像ですね。まあ、うまくいくかどうかは分かりませんけども、やってみようよってエコーを取ってたんですけども、獣医さんによると全く分かんないって言いましたけども、これは歯の口の検査をしてます。一応この時点ではね、下の歯小さいですけども、前歯はね、きれいに映ってますのでね、とりあえずまあ何本か抜けるかみたいですけども、まあ、僕ごく普通じゃないかということです。これ最後のスライドになりますけども、何をやってるかというと、男の大事なところに管を刺そうとしているところですね。採尿の検査ですね。採尿も、やはり、尿というのはなかなか直接取れません。これは、膀胱まで管を直接取るという方法、大変きれいな尿が取れるわけでね。こんな検査をした風太君ですけども、とりあえず獣医の所見では年相応ですよ血液検査の方も特に悪いところもなかったんで、年相応ですということでした。まあ、そんなこんなでね、風太君も今年で15歳を迎えましたけども、最近ね、担当としてみるとなんかね、風太君も年を取ったのかなっていう気がします。一つはね、最近ちょっと右目がね、白くなってきました。右目じゃない、右目でいいな。まあ、白内障
ではないかと、一応獣医の方にも相談して、今うまくいくかどうかは分かりませんけども、1日2回点眼薬をかけています。すごく痩せないときに嫌なことですから、最近は、人の顔に嫌なことしてますね、寄ってこなくなってきたので、ぼちぼち獣医にどうしようかという話になっています。まあ、この後の治療方法といっては、白内障というのは結構ないんですね。進行を抑えてるしかないんで、まあ、ふうちゃんの息子の秋田に行った、こうたくんというのもやはり白内障になってかなり過ぎますけど、まあ、白内障自体は命は取りませんけど、目が見えなくてもいいです。動物は目が見えなくても、結構意外と自由に生活する子もいっぱいいますのでね、まあ、それに関しては、ちょっと長い目で見てあげたいなと思っています。もう一つはね、ふうたくん、今度逆側ですね、左向かってみたら左下の顎のところにハゲがあります。実はここもね、なんかちょっと膨らんだことがありまして、それが多分配合したんではないかと考えられております。じいさんの方は、ホタテグラスでよく見たいなぁなんていうことを相談されますけども、できれば次のが終わってから欲しい、いや欲しいなというのは、担当者としての本音です。もう一つは、そんなに今のところ腫れも大きくなってませんので、そのまま様子見てていいのかなという感じになってますけど、まあ、風太くんのね、近況としてはこんなところですけども、この後ね、多分ぐっすりと寝ている風太くんを起こしてリンゴをあげたいと思いますのでね、皆さんこの後、レッサーパンダ社の方に移動をお願いしたいと思います。急がなくてもね、私も十分用意が時間がありますので、一応時間は40分から45分ぐらいから始めたいと思います。お昼にね、皆さんが切っていただいたリンゴを、そのままあげるのと、いろいろとメディアさんも来てますので、ちょっとだけ立たせてあげようかなと思いますのでね、そんなのを期待しながらやってきてください。それともう一つ、先ほどまで塗り絵をやってた方もいらっしゃると思います。塗り絵ですけども、レッサーパンダ社屋内展示場の、通路の裏側に茶色い壁があります。そこに、貼ってください。貼った方の中で、いいなと思った僕が特段と偏見でね、いいなと思った方に、は中から、ちょっとした、お土産をあげたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ではね、9日前の日は、ここで